皆さん、こんにちは。現在ドイツブンデスリーガのフランクフルトで活躍する長谷部誠選手、日本代表では12年間キャプテンを務めていました。今回はそんな長谷部選手が負けず嫌いという性格から見せたあるエピソードを経歴を交えながらご紹介していきます。長谷部誠選手は戦術理解度が高く、守備においては危機察知能力の高い選手です。もともとは攻撃的な司令塔タイプの選手でしたが、海外移籍をきっかけに守備的なポジションならどこでも守れるユーティリティプレイヤーに成長しています。高校卒業後の2002年に浦和レッズへ入団、プロ2年目から出場機会を得ると、3年目の2003年にはナビスコカップでニューヒーロー賞、 J リーグではベストイレブンに選出される活躍を見せました。2005年から2007年の間に鈴木啓太選手とボランチでコンビを組み、レギュラーとしてリーグ優勝やアジアチャンピオンズリーグ優勝をはじめとするタイトル獲得に貢献しています。そして2008年1月ドイツブンデスリーガの VFL ゴルフスブルクに移籍が決まりました。すぐにレギュラーに定着すると、2008-2009 年シーズンはボランチに加えて右サイドハーフ、右サイドバックでもプレー、チームのリーグ優勝に大きく貢献しました。2011年の試合では後半35分、味方のゴールキーパーマルビン・ヒッツ選手がレッドカードで退場。すでに交代枠を使い切っていたため、長谷部選手が急遽ゴールキーパーを務めることになったのは有名な話です。その後は再び本職であるボランチでの出場を希望し、自ら移籍を志願。2013-14 シーズン開幕後に FC ニュルンベルクへの移籍が発表されました。しかしチームは史上初の前半戦未勝利に終わると、不振から抜け出せず2部へと降格。長谷部選手も怪我の影響によりチームに貢献することはできませんでした。そして2014年6月現在所属するフランクフルトへの移籍が決まりました。2014-15 シーズンはブンデスリーガ移籍後最多となるリーグ戦33試合に出場。以降も怪我で離脱する時期もありますが、レギュラーとして活躍します。2020-2021年シーズンはアジア人で史上最多となるブンデスリーガ通算309試合出場。2021-22シーズンには42年ぶりのヨーロッパリーグ制覇に貢献しました。日本代表では通算114試合に出場しており、2010年、2014年、2018年と3大会連続でワールドカップメンバー入りを果たしてきます。また2010年よりキャプテンを務め、キャプテンとして出場した代表での試合数は81試合で日本代表歴代1位です。そんな長谷部選手ですが、2011年、スポーツグラフィックナンバーに掲載された誠の心を読み解く8つの秘話にてあるエピソードが語られています。長谷部選手は自他ともに認める大の負けず嫌いです。それを物語るエピソードとして、2011年1月に行われたアジアカップの大会中、日本代表がカタールのホテルに滞在している時のこと。長谷部選手は世代別日本代表で共にプレーし、高校時代からの親友でもある永田充選手の部屋に電話をかけます。トランプをやりたいから買ってきてくれない。永田選手は、俺はパシリじゃないぞと思いつつもトランプを買ってくると、さらに長谷部選手からの要望が待っていました。充の部屋に集まってみんなでトランプをやろう。この長谷部選手の理不尽ともいえる要望に、永田選手は、長谷部は天然なところがあって、自分の部屋はすごく綺麗なのに他人の部屋を汚すのは全然気にしないんですよねと冗談交じりに訴えます。そして集まったのは長谷部選手、永田選手に加えて今野康之選手、森脇亮太選手、柏木陽介選手の5選手でした。ベテランの遠藤康人選手も時々参加するとのこと。他の部屋から椅子を持ち込まないと数が足りず、何人かはベッドに座らなければいけなかったそうです。ここで長谷部選手は異常なこだわりを見せます。部屋に一つだけあった高級なソファーに座ると、その場を絶対に譲らなかったのです。万全の状態で勝負に臨むための
負けず嫌いな心の表れでした。永田選手は長時間やっているとベッドに座っている人は腰が痛くなるんですよって席を変わろうって言っても長谷部は絶対に動こうとしませんから、あいつはいい椅子を好むんですと証言しています。さらに勝つためのこだわりを怠らない長谷部選手はミスチルがかかっていると自分は勝てると主張し、ミスターチルドレンのライブ DVD をひたすら流し続けたのです。これに永田選手はみんなミスチルは好きですけどライブバージョンなのでイエーイとか聞こえてくるのでトランプに集中できない、みんなうぜうぜと文句を言ってもそれでもあいつは流し続ける。最後にはみんなで DVD を隠したくらいですからねともはや呆れ返っていました。そして永田選手の証言は続きます。もし負けが続きそうになったら長谷部選手はどうするのか、その答えは途中で切り上げて部屋に帰ってしまうのです。永田選手は負け始めると長谷部はもっともらしいことを言って帰っちゃうんですよ。シャワーを浴びる時間だからとか家族から電話があるとか真面目キャラを出してみんなで勝ち逃げだと突っ込んでも構わず部屋に戻っていきましたと証言しています。たかがトランプにも手を抜かない長谷部選手、永田選手は長谷部選手のプライベートに興味を持ち本人が嫌がるのを無視してこれまで何度もホテルの部屋に遊びに行ったそうです。そしてある日のこと、これを読めよと長谷部選手に本をプレゼントされます。2010年南アフリカワールドカップの時に長谷部選手が愛読して話題になった跳躍ニーチェの言葉でした。練習のアップの時力を抜く傾向があった永田選手を見抜き、アップの時もっとしっかり走ろうぜとアドバイスをします。永田選手は自らの過ちに気がつき、それ以降は全力でアップをやるようになりました。永田選手は心から尊敬できる同郷の親友と長谷部選手のことを話しており、二人の仲睦まじい関係性が伺えました。いかがでしたでしょうか。誰よりも負けず嫌いで勝負にこだわりすぎるところもある長谷部選手、しかし日頃から勝負にこだわる性格だからこそ現在の長谷部選手のキャリアがあるのかもしれません。来年1月には39歳となりますが、まだまだバリバリのブンデスリーガ最年長プレイヤーです。今年9月に公開されたチーム練習の動画では華麗なプレーを披露、フィジカルトレーニングにも一切手を抜く様子を見せません。この動画にファンからはイケるレジェンド、年齢なんてただの数字、50歳までプレーできるよね、すごいクールガイ、チームにこんな選手がいるなんて喜びでしかないと称賛のコメントが上がっています。ブンデスリーガの現役最年長プレイヤーとなって若い選手たちから尊敬を集める長谷部誠選手、これからもピッチに立ち続けチームに勝利をもたらしてくれるでしょう。今後の長谷部選手の活躍にも注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。